アクト一郎は日本のウイスキー技術者、実業家。一郎ズモルトで知られている株式会社ベンチャーウイスキーの創業者で社長。埼玉県秩父市生まれ。1965年、江戸時代から続く日本酒の蔵元の21代目として秩父市で生まれる。祖父はハブ上流商を運営していた東和酒造の設立者。声づには、 当初家業を継ぐ意思はなかったが、自分の希望していた大学には受からなかった一方で、父の勧めで受けた東京農業大学に合格。入学して醸造学を専攻した。大学卒業後はサントリーに入社する。父からは戻ってこないつもりで仕事しろと言われており、小江戸本人も定年まで勤め上げるつもりだった。山崎上流所での勤務を希望していたが、 ウイスキーの技術者には大学院修士家庭修了者のみを採用していたため断念。東京と横浜で営業職を経験し、業績表彰を2回受けた。仕事は充実していたが、本当はものづくりをしたかったという思いが募っていた29歳の突起東和酒造の経営が傾き、父から家業を手伝うよう要請され、それに応える形で実家に戻った。 2000年に東亜酒造は経営破綻市民事再生法を適用し、翌2001年に父親から経営を譲り受け社長に就任するも業績は回復せず、2003年に同社を日の出通商に売却することを決定する。しかし、日の出通商はウイスキー事業からの撤退を決断し、東亜酒造のハブ上流所にあったウイスキー原酒は、 期限付きで引き取り手が見つからなければ廃棄されるという決定が下る。ハブ上流所のウイスキー原酒に将来性を見出していた小江土はウイスキー原酒を引き取ってくれる企業を探し続け、ついには福島県の笹野川酒造からの援助を取り付けた。笹野川酒造には貯蔵庫の提供を受け、原酒の購入は親戚から資金の支援を受けた。2004年、酒造は 日の出通商グループ入りし、小江津は同社から離れ、9月に秩父市にベンチャーウイスキー社を設立。小江津は技術指導者として笹の川酒造に通い、2005年春には笹の川酒造にあるウイスキーをイチローズモルトとして商品化した。アルコール度数56%のイチローズモルトカードシリーズのキングオブダイヤモンズはイギリスのウイスキーマガジンの ジャパニーズモルト特集で最高得点のゴールドアワードに選ばれた。2006年、東京都内のバーで、メルシャンの役員であった坂本京テルと出会ったことをきっかけに、同社の稼働停止中だった軽井沢上流所で技術習得をする機会を得て、ウイスキー原酒を上流した。その後、同上流所のモルトマスターであった内堀修正をメルシャン退職後に、 秩父上流所のチーフリスティラーとして招聘したほか、研修の際に上流した軽井沢さんの原酒をメルシャンから買い取り、2020年時点で秩父上流所の貯蔵庫で熟成されている。また2007年には、スコットランドのベンリアック上流所でも研修を受けた。2007年11月、ベンチャーウイスキー秩父上流所が完成。2019年、エスックにおいて、 その年の世界の養子界の最高のブレンダーに贈られるマスターブレンダーオブザイヤーを受賞した。ありがとうございます。